こんにちは、青野です。今回の話題はこれです。ドーン。もうすぐビットコイン800万円。高くて買えないと思っている人へのメッセージ。チャート。最高値更新おめでとうございます。2月14日のバレンタインデーにエンダティビット君が最高値を更新して790万円をつけました。バレンタインデーアースオールタイムハイって読むんだよ。バレンタインデーアースオールタイムハイって読むんだよ。バレンタインデーアーアーアース。ネタが古くないかね。チャートだ。前回最高値は2021年11月なので2年3ヶ月ぶりの最高値更新です。最高値更新によってビットコインのガチホゼは全員プラスになりました。ガチホゼのみんな、おめでとう。そしてこれからも M になれ。チェンジ。これは日本円建てビットコインの冷やしチャートです。今年の元日発電は598万円。1月11日にビットコイン ETF が承認されて715万円をつけました。1月10日にビットコイン ETF 流出懸念ショックが発生して下落に転じ、1月23日に年初来安値の572万円をつけました。2月5日の初めには632万円。ビットコイン ETF の流出問題が収束し始めたことに市場がポジティブに反応し、なんと10本連続の陽線をつけて上昇し、最高値を更新しました。10日間でプラス 26%。 チェンジ。これはビットフライヤーのビットコイン冷やしの陽性連続記録です。ビットフライヤーのチャートは2015年から始まっています。10本連続は1位タイです。次に、800万円は高くて買えない人へのメッセージ。確かに1個800万円のものを買うのはかなり高い買い物と言えます。例えばテレビは30万円くらい出せばいいのが買えるので、テレビ1台800万円だとしたら高いです。車は300万円くらい出せば普通の新車が買えるので、車1台800万円も高いです。その他、日常生活で使うどの商品を見ても1個800万円は高いと感じる人が多いと思います。なので、投資の未経験者、または初心者がビットコイン1枚800万円と聞いて、高すぎて買えないと思うのは自然です。ここで一つ考えたいのが、ビットコインの流通枚数です。ビットコインの2024年現在の流通枚数は、1962万枚。20年後の2044年には、2095万枚になっていて、2140年に発行上限の2100万枚に到達します。一方、現在の世界人口は86億人で、2050年代に100億人を超えます。なので、仮に今後世界中の人がビットコインを世界共通通貨、または世界共通資産として保有するようになった場合、2100万枚を100億人で保有する時代になります。流通枚数を世界人口で割ると、2100万枚割る100億人イコール 0.0021 枚。1人 0.0021 枚。全体の 30% 以上が永久に移動できなくなっていると推計されているので、流通枚数を1500万枚にして計算すると、1500万枚割る100億人イコール 0.0015 枚。つまり均等に分けると、一人 0.0015 枚しか保有できません。以上から、もしビットコインが世界共通資産になったら、ビットコイン1枚でもかなり貴重な存在になると考えられます。次に、単位を変えると高い印象が変わる件について。ビットコインは小数点以下8桁目まで分割できます。言い換えると、1億分の1まで分割できます。つまり、最小値は 0.0000001 枚。こ
これを1サトシと呼びます。例えば 0.00007521 枚のような小数点以下が多い数字より7521枚の方が人間は大きさを把握しやすいので、将来的にビットコインの単位はサトシを使うのが普通になっている可能性があります。実際ビットコインを法定通貨にしたエルサルバドルではスターバックスの商品の価格にサトシが表示されています。1サトシの現在価格は 0.079 円、1サトシ1円まであと13倍以上から、ビットコイン1枚はサトシ1億枚をパックにしたものと考えることができるので、ビットコインの現在価格が1枚 0.079 円だと考えれば高い印象が変わるかもしれません。次に、ビットコインは高いので価格が安いアルトコインに投資してはどうかについて、まずコインの価値の大きさは価格に流通枚数をかけた時価総額で把握するので、価格が安いイコール伸びしろがあるとは限りません。例えばコインの価格が1円でも流通枚数が200兆枚だったら、時価総額が200兆になり、すでにビットコインを超えています。しかし価格が安いコインは投資家にとっつきやすい印象を与えます。チャートだ。これは2017年の仮想通貨バブルの頃のチャートです。2017年8月頃の XRP と NEM の価格が両方とも20円台だったのが、バブル後半にビットコインよりも大きく上昇して、 XRP は400円台、 NEM は200円台をつけました。時価総額が低いコインは単位時間あたりの価格の変動率がビットコインよりも大きくなりやすいので、強気相場の時にアルトコインに投資して大きな利益を狙う投資家はたくさんいます。そこで各年の1月1日に日本の取引所で扱っているコインを買った場合のリターンを確認します。調査対象のコインの種類は77個。ひょっと、これは2016年1月1日からの上昇率です。日足の終値をもとに抽出しているので正確な高値安値ではありません。だいたいこのくらいと考えてください。アルトコインの数は7個。オレンジ色の行がビットコインです。ビットコインの高値までの上昇倍率は155倍、現在価格は119倍。緑色の列を見てください。開始から高値までの上昇倍率はライトコイン以外すべてビットコインよりも大きいです。一方、開始から現在価格の上昇倍率は3個がビットコインよりも高く、4個がビットコインより低くなっています。チェンジ。2017年を基準にすると高値までの上昇倍率はアルトコイン9個すべてがビットコインよりも大きく上昇したのに対し、現在価格の上昇倍率は6個がビットコインを下回っています。チェンジ。これは2018年を基準にした場合です。現在価格の上昇倍率は21個中17個がビットコインを下回っています。時間がなくなってきたので他の年は割愛します。ビットコイン800万円が高くて買えない人へのメッセージをまとめると、もしビットコインが世界共通資産になったら100億人以上で2100万枚を保有する時代になるので、1枚でもかなり貴重な存在になる。ビットコインの単位をサトシに変えて、発行枚数は2100兆枚、価格は1枚 0.079 円と考えると安く見える。アルトコインはビットコインより価格の変動率が大きいので、強気相場でアルトコインに投資するのはありだけど、利確するタイミングやコインの選択を見せると大損する可能性が高くなります。なので利確できる自信がないならビットコインまたはイーサリアムに長期投資するのがおすすめです。以上、もうすぐビットコイン800万円、高くて買えないと思っている人へのメッセージでした。この動画が参考になったらグッドボタンをお願いします。暗号資産に爆撃するためにチャンネル登録をお願いします。 X でも暗号資産の情報発信をしているのでご利用ください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。